ちゃダメだよ。ご飯？食べる食べる、やったー。盛り付けも綺麗でとっても美味しそうだって。お口の方は合わせちゃうよ。それはそれでちょっと失礼だよ、お姉ちゃん。そうくんのご飯は絶対美味しいよ。でも私は兄のご飯美味しいと思うよ。サキさんは部活があるからって早起きして帰っていたよ。ゆいちゃんも一緒。あれ、兄が残念そう。ひどい、かなちゃんと私じゃ物足りないの？ソウ君をいじめちゃダメだよ、お姉ちゃん。お味噌汁が冷めちゃうから早く食べよ。はーい。開いてるよ。ゆいちゃんに返事するから。あ、じゃあ今送っちゃおう。兄が用事あるみたいだよっと。あ、びっくりした。ゆいちゃんだ。ちょっと出るね。もしもし？え？ん？兄？目の前にいるけど。うんうん。キス？魚のこと？うん、わかった。じゃあまたね。バイバーイ。兄が作った魚の料理を食べたいって。ゆいちゃんから避けられてる？ああ、やっぱりパジャマパーティーの時の悲鳴、なんかあったんでしょ。あったんだよね。ねえ兄、図星だ。ねえねえ、何があったの？教えてよ、教えてよ。ついたら怒る。アニーの寝込みを襲ったのね。ゆいちゃんやる。でも事実じゃん。しかも告白して襲うなんて、可愛い顔して野獣だね。うしっし。だって私は、兄とゆいちゃんにくっついてほしいもん。ゆいちゃんの気持ちに気づいてたし、っていうか、バレバレだよ。気づいてなかったの、兄だけじゃないかな。まあ、はっきりと好きになったのは最近みたいだけどね。多分、兄の看病をしたくらいかな。その頃から本気で好きになったんだと思うよ。ハニーのこと本気で心配してた。ただの風邪なのに、苦しんでる姿見たくないなって。そういうところを見てれば好きなんだなってわかるよ。結婚したら私、ゆいちゃんと姉妹になるね。いい
私と仲が悪い人より仲がめちゃくちゃいい人の方が結婚相手としてはいいでしょ。早く結婚しちゃえ。付き合わないの？あんなに可愛い子いないよ、旦那。テレビ。それもそっか。じゃあ、学園で捕まえるしかないね。逃げられちゃうと思うけど、頑張って捕まえてね、兄。うん、多分。捕まえても無理やり襲っちゃダメだよ。おはようっす。掃除はクリスマスどうすんの？んじゃ、みんな集めて騒がね。ダメ、兄は予定があるんですから。お、まゆちゃんか。野郎どものクリスマスパーティーに参加している暇はありません。どういうことだ、掃除。詳しく。ダメ。まゆちゃん厳しいな。私は友達を大切にする子なのです。乙女には秘密がいっぱいあるのです。それすっげー気になる。一つでいいから教えて。ケイスケ先輩の未来の彼女に聞けばいいじゃないですか。どこにいるんだよ。えぐったかな。立ち話してる場合じゃなかった。兄、意味貸して。ゆいちゃん、まだ学園に来てなかったよ。下駄箱、まだ上履きだったから。放課後、捕まえてあげよっか。ラージャ、兄に従うよ。おーい、放っておいて兄弟で何をイチャついてるんだよ。あれ、兄弟がイチャイチャしたらダメなの？ごわ、また心にダメージが。俺も妹が欲しかったぜ。冬休みに入ったら悲しいクリスマスがあるじゃないか。ならいっそ今死んだ方が。よくわかんないけど、私は先に行くね。ケイスケ先輩もバイバーイ。あ、バイバーイ。後輩もいいな、掃除。お邪魔しました。ありがとね。うん、よかった。私もすごく楽しかったから、またお邪魔させてね。ほら、夕入りもお礼を言わなきゃ。
本当はあなたがユイリを襲ったんでしょう。大丈夫、大丈夫よユーリ、ここはお姉ちゃんに任せなさい。黙りなさい、この変態。私の時だって本当はわざとだったんじゃないの。お姉ちゃんの、あ、しまった。なんでもないのよユーリ。あの子だけじゃなく、先にも手を出したの？あいつ、邪魔な。逃げるつもりなの？ユーリを襲っただけじゃなく、追及の手から逃れようっての？いい加減にしなさい。先輩や、かなでさんも？じゃああれか？4人も立石の家に泊まってたのか？ハーレムじゃないか。変態にそういう常識が通じるとは思えないわ。 お姉ちゃん、私の話は。ダメよ、あなたが表に出ればあなたが傷つくのよ。あなたがユーリを襲った以上、私はあなたを絶対に許さないわ。違うの、お姉ちゃん。え？お兄さんが私を襲ったんじゃないの。私がお兄さんを襲ったの。え？だから私が襲ったの、お兄さんを。お兄さんは何もしてないの、寝てただけなの。寝てるお兄さんにキスしたら、お兄さんが起きて私がびっくりしただけなの。ちょっと待ってね、整理すると、つまり悪いのは、うん、私だよ。私が襲ったんだもん。あ、女子が男子を襲ったの？え、マジで？いいなぁ、俺も襲われたいぞ。まあ、これは誤解されても仕方ないよな。ここにいたんだ。なんか変な空気だけど、何かあったの？うんうん、恋愛って難しいよね。相手の気持ちが分かっててもうまくいかないもんね。よしよし。帰ったら私の部屋にある少女漫画で恋愛の勉強しよう。評価は私がちゃんと根回しして説明するから任せて。クラス委員長のつながりや学生会のコネを使って正しい情報を伝えるわ。昇降口で全部話しちゃったんだから仕方ないわ。でもこんな時でも夕霧の心配をするなんて優しいわね。は男を見る目があるわね。ま、そんなこと言えるような恋愛経験なんて私には全然ないけど。うん、大丈夫よ。あんなに恥ずかしい思いをしても
切り者を。話は全部聞かせてもらった。お前がハーレムを作っていて、次々とこの学園の女子に手を出しているとな。ある意味とっても幸せよね、平山くんって。あ、そう？双葉さんに褒められたぜ。でも変な噂が広がってるのが分かったわ。ちゃんと誤解を解いて回るわね。任せて。変な噂って？なになに？ちゃんと一緒に休み時間に歌ったりしてます。
付けが簡単な曲もあるので、あゆちゃんが一緒に踊ろうよって。あ、いえ、いいんです、私も楽しいです。はい、わかりました。何がですか？あ、ごめんなさい、私が壊してしまいました。お兄さん、私はお兄さんにいっぱいごめんなさいをしなければいけません。黙ってキスしちゃったのも、大勢の人の前でそれを喋っちゃってご迷惑をおかけしたのも、なんてお詫びすればいいのか。でも私の方はクラスのみんながすごく笑っててすごいねとかやるじゃんとか、なんか褒められました。小さい頃こうやって私のことをおんぶしてくれたんですよ。はい、そうです。その時もお兄さんは興味さんが大きな背中だなって思ったのを覚えてます。あと温かくのことを包んでくれる、そんなお兄さんが好きです。はい、本当ですか？じゃあお兄さん、私と付き合ってください。即答？本当にいいんですか？どこ行こうかって恋人の会話交わすたびに、構いません、むしろ嬉しいです。それに私だって初めてです。はい、よろしくです。お兄さん、今度はちゃんとした告白になりました。それだと私告白できそうにありません。難しくて、お兄さんに私を導いてくれました。一緒にテレビの話をしてくれたじゃないですか。だから私、緊張が解けて素直に話すことができたんです。そんなことはありません。船さんもするし、お姉ちゃんのわがままを言うことだってあります。聞いてくれますか？そんなすごいわがままは言いません。撫でてほしいなとか、手をつなぎたいなとか、キスしたいなとか。じゃあ今聞いてもらえますか？キスしたいです。あ、いえ、このままで。このままどこ行こうかって恋人の会話交わすたびに、またママ聞いてくれてありがとうございました。
はい。今日はありがとうございました。お姉ちゃんに教えてもらってしっかり手当てします。じゃあまた明日です。ちゃんと姉妹になれるよ。はーい。結婚するんでしょ？え？しちゃえばいいのに。明日にでも。さきさんにもお姉ちゃんって甘えちゃおっと。そうだよね。兄とゆいちゃんの恋人時間を奪っちゃいけないもんね。ねえねえ兄、私お腹空いたよ。